の後輩たちへ、今年はやっとコンクールが開催されるね。私も高校で合唱頑張ってるよ。みんなも悔いのない歌声をステージに届けてください。世の中で頑張っている皆さんへ、皆さんの夢が叶うことを皆さんの知らないところから応援しています。エールを届け、家族のみんなへ。病気に負けないように頑張っていこうね。おじいちゃんおばあちゃんへ、コロナ禍で最近会えていないけど、また会えたらいつも一緒に中学校の時に音楽部に誘ってくれたり、この歌を頑張ってね。ている友達へ、私は今に向かって頑張っています。私が助ける番組でいつも支えてくれている。一緒に頑張っていきましょう。